こんばんは、金美館通りの藤村です。今日はヘアチェンって何というお話をします。先日セット上がりセットカバーというお部屋の片付けとセットについての動画を出しましたが、その中でお部屋を片付けた後の枠に自分の予約が入っていなかった場合、次にその部屋を使う子が来て準備している横で片付けをするとちらっとお話をしましたが、今日はそこをもうちょっと突っ込んでお話ししたいと思います。普通は部屋持ちでもない限り、お風呂屋さんのお部屋というのはその時その時でお仕事の入ってる子たちが順番に部屋を使って片付けてはまた次の子にバトンタッチするという流れなんですね。つまりその間お店の女の子同士が二人っきりで一つの部屋の中で片付けと準備を黙々とするんですが、この時の空気が結構気まずいです。普段から待合室で話してるような仲のいい子同士なら、あ、ここは私がやるから私物だけ下げちゃって、あ、ありがとう、じゃあゴミ箱のビニール交換しとくねみたいな感じで和やかなムードなんですが、お互いにほとんど顔も合わせたことがないみたいな相手とヘアチェンになることもよくあります。結構この業界、自己責任で自分の判断で一人で稼がなきゃいけないので、基本的には気の強い子が多いんです。しかも私の印象では高級店に行くほどその傾向が強いんですね。ですからヘアチェンの時に無言で入ってきてカゴをバーンって置いたり、まだ浴室に置いてあったこちらの私物を投げてよこされたり、もっと綺麗に畳んでくれますかと言われて積んであるタオルを床にぶちまけられたりと、まあ結構バチバチな状態のこともあったりします。これね、部屋を出る方が基本的には掃除してシーツのセットとかまで全部しないといけないので、これから部屋を使うっていう方がやることが少ないし、なんだか偉そうにすることが多いんですね。まあ藤村さんも新人さんが使った後の部屋にヘアチェンで入ったら10分じゃ終わらないくらいの状態になってるわ、浴室の床はローションまみれだわ、タオルの畳み方がひどいわでイライラしたことは数知れずあるので、どのくらい態度に出すかっていう違いはあっても、その辺はお互い様なんでしょうけどね。自分のお客様をお待たせするのも嫌ですから、そりゃあみんな綺麗なお部屋を素早くセットして渡してもらいたいですもんね。ですから次のヘアチェン、めっちゃ怖い古株の何々さんだみたいな時は、もういつも以上に気合を入れてすごい焦りながらせっせと床を掃除してました。特にお風呂屋さんの場合は浴室の床にローションが残ってるとすごく注意されます。これは女の子やお客様の大怪我につながるので、当然といえば当然なんですけどね。まあそれでも中には少し容量が悪かったり動作が遅かったりする子もいて、そうするとすぐにいろんな子からヘアチェンで何々ちゃんの後は嫌ですみたいな声が店長の方に集まったり、ネットで叩かれたりいじめられる原因になったりもします。本来はそこまで文句言うなら部屋持ちになれっていう話なんですけどね。こんな話を聞くと、そんなに他の子に態度が悪い子やいじめたり悪口を言う子がいるならクビにすればいいんじゃないって思う方もいるかもしれませんが、そんなことでいちいちクビにしてたらお店が成り立たないです。以前もどこかでお話ししましたが、この業界女の子の確保が一番大変なんです。ですから少しくらい問題があったとしてもランカーや古株にそこまでお店の人が強く言うなんていうことはないですし、下手したら店長の方が尻に敷かれて言うことを聞いてるなんていうお店もあります。ちなみにヘアチェンのたびにタオルぶちまけたり独り言っぽく嫌味を言ってきたり藤村さんに対してファブリーズかけたりしてきたエキセントリックな女の子は当時そのお店のナンバーワンで、歌い文句は癒しの天使でした。いやー、キャラクターの使い分けがプロフェッショナルですね。それでは今日はこの辺で。お上がりなさいませ。